イエーチャンネル、イエーイエー、沖縄県那覇市の天日小学校運動場で、昨日に運動場で不発弾が見つかったらしいで、すごいな。あれは確か近隣 住民120世帯と近隣の事業所の従業員450人全員避難させたらしいな。確かに、まあ爆発したらやばいけどな。まあ自衛隊が処理してくれたらしいけ、映画やっぱ未だにそういうの残ってんやな。たまにあるもんな。またあれかの、また東京オリンピックであちこち工事しだしたらまたいろいろ出てくるんじゃないかな。まああれよ、やっぱこう、まあわしらは戦争の時来とらんけあれだけど、まあ戦争があったっていうこう事実をやっぱそういうので実感するの。まあわしらが生きとる間は戦争ないことを祈るわ。まあ怪我人もおらんでよかったよ。じゃあ。